はい。ということで、今回は照明効果を使って、文字をちょっと光らせたような感じにするというお話をしていきたいと思います。で、映像にタイトルを加えるときに、まあ、少し光ったような感じにしてあげると、少しこうアクセントがついていいのかなと思いますので、お話をしていきたいと思います。で、使い方は簡単で、この今、出てきてる文字に対してエフェクトをかけてあげます。ということで、テキストをまず表示させたら、このテキストに対してエフェクトをかけていきます。で、ビデオエフェクトの中を見てもらうと、このビデオエフェクトの色調補正の中ですね、こちらに照明効果という効果があります。で、こちらの照明効果を、こちらの文字のエフェクト、文字のグラフィックに対してエフェクトをかけます。そうすると、もうこれかけた時点で少し照明効果がかかったような状態になってます。で、この照明効果を動かすと、このように、文字の一部が光ったような状態になりますということですね。ということで、この照明効果の動きを使ってあげると、文字の一部が光ったような状態にできますということですね。ということで、こちらの照明効果に対してアニメーションをかけていきます。で、最初に、まず、ライトの中心のアニメーションをオンにします。で、動いてると同時に、このように照明効果を動かしていきますと。まあ、これだけでもうほぼ完成ですね。再生してみます。このような感じで、ライトの中心を動かすだけで、文字が光ったような状態にできますということですね。で、あとは、この文字を最初は光ってる状態にしておきたい場合は、中心の位置を最初に、まず、真ん中に持ってきて、で、明るさの値を、少し、途中から、照度の値を下げてあげると、暗くなるので、このような動きをすることもできますということですね。で、さらに、ここから、照度を戻してあげれば、また戻ってきますということですね。ということで、このような動きをすることができますと。ということで、ひとまずこれ、照明効果の基本的な扱い方だったんですが、この照明効果の値をうまく使ってあげると、いろんな動きをすることができます。ということで、ひとまず照明効果の使い方ですということで、次回はもう少しこの照明効果についてのテクニックだったりをお話ししていきたいと思います。ご参考いただければと思います。